酒井様。乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ。皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマシだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？わからねえ。だが故郷に戻ったとて同じ暮らしはできまい。私もきっと同じでしょうね。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。世話続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな。死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀も薙刀も。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。まもなく野営です。万兵です。倒しましょう。行ってこい。熱くちゃった。シサンプラン。うわぁ、あの蔵はどうでしょう。ちっ、誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の狼煙術。狼煙を上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。
生きて証までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。酒井様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか、方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。みんな死んだ。私だけだ。すまない。あのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか？どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。